ラグビー朝日スーパードライパシフィックネーションズカップ20247日、熊谷ラグビー場一次リーグ B 組最終戦で世界ランキング14位の日本は同19位の米国に41対24で勝利2戦2勝で1位通過を決めたエディ・ジョーンズヘッドコーチ HC64 の再任後、を国内でのテストマッチ初白星 SO リスンシン23 イコール神戸イコールがトライを演出するなど、チームコンセプトの超速ラグビーを牽引、牽引した。日本は15日に東京、秩父の宮で行われる準決勝で A 組2位のサモア、世界ランク13位と対戦する。試合開始の午後7時5分で気温30度という蒸し暑さの中、日本が超速ラグビーを展開した。S オーリが B 組1位突破に頷いた。 トライを取り切らないといけない場面で取り切れた。勝って準決勝を迎えられることは嬉しく思う。前半5分にリの PG で先制し、その10分後だった。ラインアウトから素早く展開し、中央付近でリが米国の防御裏にふわりと浮かせるキック。CTB ライリーが候補し、CTB マクカランとつないでトライ。ラグビータウン、埼玉、 熊谷市で5年ぶりの日本代表戦に集まった1万677人を魅了した。24対10で折り返し、米国に一時は7点差に追い上げられたが、2トライを追加して逃げ切った。リはプレースキックを全7本決めて16得点。第二次エディ政権でテストマッチ初白星となった先月25日のカナダ戦、バンクーバーに続いての2連勝に貢献した。 2023年9月8日開幕開催の W 杯フランス大会。リは初めての大舞台に挑んだが、出場はサモア戦の1試合だけで、それも後半36分からのわずか4分間だった。チームも2勝2敗で1次リーグ敗退に終わり、悔しさを胸に成長を期している。ジョーンズ HC も、リは若く、良い時も悪い時もあり、波は試合を通してでないと学ぶことはできない。 未来を最も望める SO だと期待を寄せる。準決勝の相手は、その W 杯で顔を合わせたサモア。1年前は28から22で勝利したが、世界ランクは日本の14位に対して13位と格上だ。まだまだ成長しないと勝ちきれない鳥、今度は先発の10を背負って帰り討ちにする。石井文都氏。